こんにちは、ハリネです。もうそろそろ覚えてきた人多いと思うんだけど、あよさん、あよやすいから俺宛てにこういうものが届いとって、なんか実はね、これね、俺に向けてじゃなくて彼女に向けて送ったらしいんですよ。で、なんて言えばいいかわからんだけど、なんか俺宛てだけど実は彼女宛てで、俺は開けるのなんか怖いもんで、お前開けてっつって彼女に開けさせて、そのリアクションを見たいみたいです。なんかもう変態だよね、まだ俺も何かわからんじゃんね、これ。なんかすげえ透かしたりさしとるだけど全然わからんくて、ちょっと柔らかい感じなんだろう、気になるけど、まあね、彼女に開けさせんといかんってことで、とりあえず帰ってきたら、今仕事行ってるもんで、彼女帰ってきたら開けさせようと思います。だけどね、めっちゃね反応が薄いで、リアクションがねクソ薄いじゃんね。あよさんには言っただけどね、彼女反応薄いけど大丈夫みたいな、そんなリアクション動画撮ってっつったんだけど、それはね全然大丈夫、素の反応を見たいからってことなんで、素の反応を見ていきましょう。デブに見える、どこが、顔がなんか俺もデブに似合う。で、今日の動画の内容ね、じゃん、あよやすいから、うん、俺宛てにね何かが届いたんだよ何かが、うん、これの開封動画。おー、なんかふ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 かするパンティー。でもこれ俺が開けたら意味ないもんで、なんで里見に開けてもらおうと思ってっていう動画。これね、このぐちゃぐちゃは何なんですか。え、動画用にじゃん。あ、なるほどね。住所に見えると怒るな俺は別に見えてもいいけどさ、大体に言っちゃおうか。何かが届いたようです。はい、なんだこれは、なんだろう、ブレスレット、ネックレス、そしてなんかお手紙っぽいの入りですじゃじゃん。石には力が宿ると言われています。石の力に二人が守られますように。石の力で二人にたくさんのいいことが降り注ぎますように。一つはハリネを、一つはサトミをイメージして選びました。琥珀は何千年何万年前の木の樹液がそのまま固まったものです。ルチルクオーツはまさに針みたいで、でも繊細で華やかで、里美がいつもハリネの愛に包まれますようにと思いを込めました。誕生日おめでとうハリネ、かっこケイスケ。結婚おめでとう二人、私より。いや、めっちゃ騙された。なんか、めっちゃ騙された、マジで。あよさんからインスタグラムのメッセージで、ケイスケ宛てに封筒を送ったけど、中身は里美のものだから、そんなに里美に開けさせて、そのリアクション動画を撮ってほしいって言われてたんだよ。だけど里美めっちゃねリアクション薄いもんで動画になるかどうかわからんよっつって言ったら、まさかの俺ら二人に。めっちゃ嬉しい。だけどめっちゃ嬉しくね。嬉しい。ということでね、逆ドッキリ大成功って感じですかね。え、知ってったの。実は知ってったの知っとったの。嘘だな。仕掛け人でございます。マジで。私あよさんにハリネにサプライズで渡したいものがあるもんでって言われてね、うん、メッセージをねもらってたんですよね。あ、そうなん。私もある意味騙されました。え、めっちゃ騙された。すごい可愛いね。どっちが俺だろう。めっちゃ可愛いです。じゃん。あ、ちょっと出す。え、本当にそうかね。何が石は合ってるけど、うん、じゃあどっちがどっち、どっちがどっちなのか、どうなんだろうね。めっちゃ騙された。あ、それで、それであんなにさすんなり動画撮れてたそういうこと。今日なんか動画は知らんかったけど、でもいつもさ、いつももっと嫌がるじゃん。なんかそうだな、なんか今日すんなりだった察したじゃん。めっちゃすんなりだったやん今日じゃん。ありがとう、あよさん。めっちゃ嬉しい。大事に使います。ありがとうございます。
ある意味私もあれだよね。そしたらなんかもう喋ることなくなったよ。喋ることなくなったわ。めっちゃ喋ることなくなった。何喋ろうとしてても、ちょっとお前の反応を取って、もう俺の予想ではね、なんか多分なんか手紙が入ってるのは分かったもんで、この手紙で里見へって書いてあるのかなと思ってたよ。で手紙読んで、え、私になんだってなるじゃん。だけどなんかね、多分ね、反応めっちゃ薄いじゃん、お前いつも。でもめっちゃ反応が薄くて、いた、それを俺がいじって、あ、もう証拠動画が撮れた、これ。でも俺がいじってっていう感じにしようと思ってたよ。ユーザーにもう全公開だね、これ。アンチ湧くわ。え、めっちゃ嬉しいわ。めっちゃ嬉しい、マジで、ね、なんかガチでわからんサプライズ久しぶりかもしれない。じゃあ、ついでにさ、あよさんがさ、さとみの好きなところを言う動画を撮れって撮ったので、ついでにね、それ動画にするここで、うん、と恥ずかしいじゃん。さとみの好きなところか。まあね、確かに。え、マジで真剣に言うだったら、もうほんとね、心が綺麗なところ。なんかもうほんとに、デートとかでゴミ拾いとかに行くような子だもんで、もうその時点でめっちゃ綺麗じゃん。だってデートだよ。デートでゴミ拾いなんてなくない？普通。あとは、俺ね、あのね、バンドとか組んどって、昔ね、そのバンドが解散した時とかに、落ち込んだ時期がね、あるだよ。何ヶ月も落ち込んで前に進めんかった時期とかがあるんだけど、その時もなんかもうずっと応援してくれとって、ずっと隣で支えてくれとったし、ビーガンの件もそう。俺が、いきなりね、ダンテさんの、いきなりだよ。いきなりダンテさんの動画見つけて、ビーガンやるって言い始めて、もうね、二人とも肉大好きなわけよ。里見の誕生日にはもちろん焼肉行っとったし、俺の誕生日にももちろん焼肉行っとったし、もうなんか断るごとに焼肉行っとったじゃん。週末とか何かの記念、まあ記念がなくてもなんかもう本当に食べたいってなったら焼肉行っとったじゃん。それぐらい肉が好きで二人とも。でも俺がそのダンテさんの動画見つけてきて、ビーガンになりたいって。でも里見は焼肉好きだもんで、焼肉っていうか肉とか好きだもんで、別にね、無理して合わせんでいいよ、つって。俺だけやるもんで、お前はやらんでいいよ、つってじゃんね。でも、一緒にその動画を見とって、私もビーガンになるって言ってくれたこととか。なんかそんな多分ね、すんなり行く人ってね、珍しいだよ。本当に。俺の友達ですらね、なんか、どっちかっていうと、その世界の平和を願ってるような友達ですら、受け入れれんことを、なんかそんなにすんなりね、私もやるなんて言えんと思うじゃんね。でもそれぐらい本当に心が綺麗っていうか、もう本当にね、心が綺麗なんですよ。とりあえず心が綺麗なところに惹かれたってこと。あと半年以上さ、友達だったじゃん、俺ら。半年以上？半年ぐらい？半年以上友達だったじゃん。多分で、その友達の流れで付き合えてるっていうのがいいのかもしれない。なんていうのかな、恋人っぽくない恋人みたいな。まあでも本当に気を使わんでおれるところ。気を使わんで一緒におれるところとか、あとね、あ、これ言い忘れとった。曲の趣味がもうめちゃくちゃ合うじゃんね。バチバチに合う。俺、ウーバーワールドがめっちゃ好きで、その、出会った当初ね、まだお互いのこと知らん時に、ウーバーワールドが好きっていうのを知って、何の曲好きって聞いたじゃん。エナジーっていう曲知ってますか、皆さん。エナジーが好きって言ったじゃんね。もうそこがでかかった。マジで聞いてほしい。そこがマジででかかった。エナジー聞いてください、聞いて。そう、エナジーマジで聞いてください。環境。そう、環境のことを歌にした歌だもん。マジで聞いてほしい。本当に。あと、ホルモンも一緒に歌いに行けるしさ。そこもでかいよな。そこでかい。あんなデスボが出せる女、そうなんだな。こいつのね、こいつのデスボも、YouTube になってるんで、聞いてみてください。あとは、小学校の時と中学校の時は、小学校の時はそんなことないか。中学校の、小学校から一緒じゃんね。小学校からの同級生で、中学校も一緒じゃん。高校は違うだけど、高校で行ってないし。おい、ガチなやつやるな。で、中学の時はちょっと俺ね、荒れとったもんで、めっちゃ嫌いだった。登校も遅くて、俺は。昼頃に学校行っとったんだけど、昼に、学校に来たよっていう合図で、毎日毎日防犯ベルを鳴らしとってたね、俺は。ジーンってやつ。そう。あれ。火災の時とか。火災報知器っていうのか。火災報知器を、俺が学校に来たっていう。非常ベル。
俺が学校に投稿したよっていうのを俺の仲間に伝えるために毎日鳴らしとったじゃんね、行くたんびに。だもんで最初のうちはもう本当に最初の 1,2 回はみんなもう教室から出てきて先生がもうこう指揮取って、はい静かにみたいな、なんかもう本当にみんな災害だと勘違いするぐらいの勢いでみんなビビっとってたよね、最初の 1,2 回は。まあ、3回目ぐらいからそんなことなくなったんだけど、でその中の一人だったみたいで私さ、不意に来るさ大きなさ音苦手じゃん。映画館とかでもすぐさ、バーンとか来るってなっちゃうタイプ。こうなんか授業聞いとるじゃん。ジリリリリリリリとか鳴り出すぐらい。だもんでさ、びっくりするわけよ。だもんでめっちゃ嫌いだったらしいじゃん。ずれないっつってなっとるじゃん。めっちゃ、もう本当に、もう本当どうなってもいい存在っていうか。でもそこもなんかプラスのポイントっていうか、なんか、あ、そんだけめちゃくちゃ嫌いだったやつのことを好きになるんだみたいな。お前マクビはやめろマジで。まあそんな感じ、なんかグダグダしちゃったけど、とりあえずそういうとこが好きです。あやさん、俺の好きなとこは俺の好きなとこ、好きなとこはね、友達状態から意識し始めたのは、なんかグループで何人かでカラオケとか行くじゃん。でさ、なんかこう喋輪に入れん人も一人でおる人とかがおった時に、なんか積極的にね、みんなになんかこう平等に声をかけに行っとったじゃん、でもそれ見て、あ、なんかすごい気配れるやつなんだなみたいな、ちょっとポイントが上がって、めっちゃ上から目線やんちょっとポイントが上がって上がって、なんかこういろんな話をしてくれるわけじゃん。でなんかそのバンドの話とかも聞いとったし、その中でなんか、多分動画とか見てる人とか分かると思うけど、すごいなんか芯が強くて自分の意思をはっきり持っとるし、なんか持っとるだけじゃなくてそれをはっきり口にできるじゃん。なんか私は逆にさ、なんか自分の意思をこう画面外に行きたい。なんで恥ずかしいだらめっちゃ恥ずかしい。ここまで言っとったっけ、もうラミンなもんで、そういう、あ、そう、意思を持ってるだけじゃなくてはっきりと言えるじゃんね。私はどっちかっていうと言えないタイプで、引っ込み思案だもんで、ってところで言った。ね、なんかそういうところに憧れるし尊敬するなっていう、ありがとう。あと言ったことは絶対守るし、まあね、ちょっとあの見苦しい映像になっちゃったかもしれんけど、今月ね俺らね結婚するんすよ。ってことでね、あのさとみのねアカウントをタグ付けするもんで、つながりたい人フォローしてください。でもなんかね、なかなかね、あの返事返したりするのが嫌いっていうか、めんどくさいらしくて、めんどくさい、なんか続けるのがね、なんかめんどくさいらしく、俺はね結構マメじゃん。 SNS とかもなんかそんな全然更新してない。ストーリーとかは結構上げとるか、たまにね。最近ちょっとあれだけど、まあなんか上げることがあるかもしれんもんで、波がある、ちょっと上げる期間あって、全くないしだもんで、なんかまあ繋がってやってもいいよっていう人フォローしてあげてください。繋がってやってもいいよっていう人フォローしてあげてください。あのね、彼女の親父がね、たまにね、たまにだよ、たまになんかこう飯とか食ってると、彼女の家はまだビーガンじゃないもんで肉とかが出てくるじゃんね。俺とさとみは食べんだけど、その時になんかこう彼女の親父がね、お前肉食えんのかみたいな感じでちょっとこうさとみを煽ってる時があってその時ね、もうめっちゃ気まずい俺。もう、なんか食卓の隅っこでなんか、うわ、やべえ。俺のせいで変な道に引きずり込んだとか思ってないかな、みたいな。とりあえずめちゃくちゃ気まずい。じゃあ、おとんは茶化したいだけだよ、私を。何でもかんでもすぐ茶化してる。知っとるよ。知っとるけど、もうなんかめっちゃ気まずい。わかるな。めっちゃ気まずくない？里見の影響でさ、俺がなんか始めてさ、それをさ、俺の母さんがさ、茶化しとったらめっちゃ気まずくない？そんな感覚。まあでもね、多分ね、この俺のね、YouTube ね、多分ね、さとみの母さんも見とるもんで、見とるね、たまに俺の YouTube 見とるもんで、結構見とる。もしかしたらこの動画を見てめっちゃ笑ってるかもしれん。とりあえずね、俺はね、気まずいっていうこと
を伝えたい。あと本当になんかビーガンってねめちゃくちゃいいもんなんで、もうちょっとねみんなが関心持ってくれると嬉しいです。とりあえずあのね、あやさん、これマジでありがとうございます。もう本当にね大切にあの使います、家宝にします。あやさんには足向けて寝れんな。な、うん、なこれ。でも足向けちゃってるか、めっちゃ足向けてる。あ、めっちゃ足向けてるわ。めっちゃ足向けてる。すいません、もろに足向けてる。でもいいじゃん、あやさんもこっちに足向けてくれれば足を向け合ってるっていうことで。何言ってる。だからよくわかんない。ベッドもさ、一応反対にしんといかんな。うわあくびはやめいて。とりあえずもうなんか、あの今まで何回あくびをしたでしょうか。動画でも見直すか。こっそりとあくびかなみたいなのもあるもん。こう口をカパッと開けて、ね、あの鼻の下を伸ばしてごまかすやつ、こういうやつ。じゃあね、あのあくびの数分かった人、さとみに DM ください。これからもなんかこういう風に2人でなんかいろいろね発信したりしていきたいなって思ってるんで、もしよかったらチャンネルの方をフォローして高評価をつけてくれると嬉しいです。とりあえずもっとガンガンに発信してめちゃくちゃ影響力つけて、ビーガンだったり俺の魂のこもった音楽だったりをみんなに届けれたらなって思ってます。バイバイ。バイバイ。